吉田さん、税理士さんとか社労士さんとか会計士さんってむちゃくちゃコスパいいんですよ。だって毎月の顧問料が5万とかね、高くても10万なんですよ。なのに何もしない社員よね、15万20万で採用するよりもむちゃくちゃいいですよね。で、社員の方ってはっきり言って指示を出さないと動けないし、教育しないと育たないし、金を払っても言うこと聞かないしっていうふうに三重苦なわけですよ、経営者からすると。で、社員の人ってのは十分貢献してるってつもりで働いてるんで、まさに厄介なんですよね。まあそれはね、そういう人を採用した、経営者のせいではあるんですよ。ひどい言い方になりますけども、本当にね、経営者の期待をこうある意味ね、いい意味で裏切ってすごいパフォーマンス出す人っていないんですよね。だってそういう方がいたら独立しちゃいますからね。だから会社に依存して社員とかね、雇われてるって立場じゃないと働けない人っていうのが、まあ、就職を探すっていう、そんな時代になったのかなと思いまして、自分でやっていける人って、なんかね、誰かの下に入るって思わないんですよね、きっとね。で、私もずっとどっかの会社の社員になりたいなと思った時期がありました。それはだから大学在学中ですよね。就職先をいっぱい探してましたけども、よく考えたら、そのどっかに就職してそこで実績が残せるんだったら、独立して実績を出すのも結局一緒なんで、自分で考えて自分で商品売るわけですからね。あ、絶対雇われない方がいいなと思ってますし、時間はかかりましたけども、40を過ぎて、自分一人の会社を経営するっていうのはむちゃくちゃいいなと思いましたね。もう本当になんか方向転換もすぐだし、世の中いろんな状況が起きますけども、方向転換本当早いですよね、自分一人の会社だったら。ある時を境に店舗を辞めたとかね、ある時を境に不動産やろうとか、ある時を境に YouTuber になろうとか、全部ね、誰の許可もいらないと。で、決算も一人でやるんで何の誤解もないですし、誰にも指示を出さないし、誰からも指示を受けないんで、それこそ縦横無尽に動いていけますよね。で、持続化給付金、多分ね、吉谷さんも給付されると思いますよ。これはね、ものすごい数、出てるんです。5兆円以上もう今出されてますからね。ぜひ使っていただいたらいいんじゃないですか。どっかの社長に持っていかれて100万が返ってくるような感じですよ、今なら。ということでね、いろいろと申し上げましたけども、やっぱ一人でやればいいのになということですよね。でも中にはね、一人でできない方もいますんで、その方はやっぱり協力しながらやっていくべきだと思うんですよ。その時に大事なのは、協力する仲間をやっぱ足ざまにしないとかね、バカにしないとかっていうことです。うちの上司はダメなんだよとか、うちの部下は使えないとか、同僚がみんなよく分かってないんでねとか言うんじゃなくて、やっぱり自分がそのメンバーの一員で いさせてもらえることにすごく感謝しながら、協力してやってきていただきたいかなと思うんですよ。やっぱりなぜかね、どっかに採用されるとすぐに経営者のことを罵ってみたりとか、上司の自慢話が鬱陶しいとか言ってみたりするんですけども、なんかね、そこに参加させてもらってる、雇われている喜びっていうのは感じれないものなのかなと思ってしまいますね。だったら無理に働かなくてもいいじゃんって思っちゃうんですよ。で、文句のないところに就職すればいいと思いますし、文句のないところが採用してくれるような自分でいなければなと思いますね。これはだから一人でやってたら本当にそう思うんですよ。結局人が認めないと自分のビジネスは前に進まないんですよね。いくら自分に気概があっても、自分の言うことが正しくっても、マーケットとの齟齬が生まれてれば商品は一個も売れないっていうのがね、私の感じてるところですね。だからまあ、皆さんのために、自分のためにやるということですかね。なんかこういうふうなちょっとパラドックスみたいな感じですよね。自分の稼ぎが欲しいと思ったら、たくさんの人の役に立てるようなことをしなければ誰もお金を払ってくれないっていう真実がそこにあるのかなと思います。いってらっしゃい。